今日の裁判というのは3回目なんですが、4月の7日に大津彩香が記者会見をしてですね、前任者の立花が会計上不正を行っている、だから第三者意見を立ち上げるというような会見をしたことに対して、私は何も不法行為してませんよと。で、もう一つですね、面白いことを言ってたのが、立花が不正経理だけじゃなくて、パワハラしてるって言ってるんですね。あまりこれポイントにしてなかったんですけど、で、それこそパワハラしてるのどっちやねんっていう話で、証拠を出したんですけどね。これこそパワハラでしょ。自分でパワハラしといてね、秘書の髪の毛引っ張って、足背中にね、乗せて踏みにじってるっていう。で、こういうのっていうのは、一見冗談でやってる方に見えるかもしれませんが、こういうのって部下って断れないわけですよ。で、部下の方から彼に提案されてたとしても、普通はやらないですよ。それはね、彼女がキャバクラとか SM クラブの人間だったら、こういうの平気でやるでしょうけど、自ら国政政党の党首を名乗って、自分の秘書に対してこういうことをして公開してるわけですよね。誰でもが見える状態に置いてるわけですよ。で、こういうことをしてですね、サリンをばらまくと言って逮捕されて、その後略式起訴ですぐに有罪になった人とですね、刑が確定してたった数日後に一緒に写真撮ってると。そこまでは許せるにしても、それを批判した青汁王子こと三崎裕太君のお家の前に凱旋活動させてるわけですよね。そのような一連のことを今回まあ裁判で言ってるんですが、ただ裁判っていうのは杓子定規なものなので、今日裁判長が言ってたのはね、4月の7日の会見については、これまで訴状で損害賠償金払えと来てるけども、今回新たに5月の10日の主張に対しては、これは別の訴えになるんじゃないんですかっていう意味なんですよ。4月の10日の記者会見は160万円、じゃあ5月の10日はどうなんですかと聞かれたんで、5月の10日については新たに訴えたものに対して追加で訴えますよっていうことを言ったということです。で、今日3回目ですって念を押されたのは、まあ大体攻撃防御っていうの、まあ攻撃側は3回ぐらいで終わりなんですよ。裁判で今日っていうのは基本的に攻撃防御なんで、原告が基本攻撃してるんですね。で、被告側は反訴するとお互い攻撃になるんですが、特に反訴することもなく向こうは防御してるだけなんですよ。で、いつまでもこちらが攻撃すると防御がいつまでになっても終わらないので、だから、これ以上の追加はないですねということで、僕がありませんということで調書に取る。調書に取るっていうのは、僕が発言したことがこういうふうに書面になったということです。まあそれに対して今日明日中に訴えの変更申し立て書っていうのを出して対応するっていうことになっています。で、4月の7日については非常にこちらとしても弱いと思ってました。裁判に勝てるような発言なのかというと、なかなか横にも弁護士大塚翔太っていうのがいてですね、不正の可能性があるとかっていう言葉ですごくお茶を濁してたんですが、5月の10日っていうのは弁護士がいずに黒川敦彦と大川博士と3人でやったものなんですね。これはもう明確にですね、警察とともに動いているという段階っていう発言であったりとか、捜査機関と連動して動くという事案であるということもありましてとか、立花孝志の犯罪行為について警察と一緒に動いているということを何度も何度も発言しています。そこについては今日向こうはまだ被告側は認否してないんですけども、これをまあ追加すると。で、この裁判、僕が勝っても負けてもぶっちゃけどっちでもいいです。なぜか、負けるということはこれ言っていいっていうことなんですよ。要はね、大津はこんなこと言ってるんですよ。立花が犯罪をしている可能性が極めて高いから、今警察と相談して警察と連動して動いてるんですって言ってもいいっていうことは、逆ができるってことです。これね、事実の適時って言って、名誉毀損の場合、具体的にどういう罪で警察に追われてるってことを書かないと、基本的に事実適時にならないんですよ。ただ警察に追いかけられてる、犯罪行為をしてるっていうことについては、確かに名誉毀損が認められづらい可能性ってあるんですよ。大津側は罪状は言えないけども、どこの警察と連動してるとも言えないけども、とにかく私と警察は連動して立花を追及してると。で、横で大川博士が立花がこうなったらって合図やってるんですよ。こうやって逮捕という言葉は使わないんですけど、で、黒川が、エンリケさんのキャバクラ代をまるで僕が不正に使ったようなことで、そこでは明確に横領とか背任っていう言葉が出てきてるんですね。3人セットで
立花は横領とか背任で捕まるみたいなことをやってるわけです。当然裁判勝てるとは思ってるんですけども、仮に負けたとしても同じようなことをしても問題ないということになっちゃうので、さすがにそれは裁判所もしないとは思うんですが、もしそうなったらこれから私は王さんの家の前とか王さんのお父さんの家の前で同じことができるっていうことなんです。でそれは1回だけ言うとかだったらまだいいと思うんですけど、1時間の記者会見で何度も何度も繰り返し言ってるんでね、さすがにこちらが有利な判決が出るとは思って、そうじゃないと世の中の秩序っていうのが守られないからですよ。要は具体的にこういうことをしましたって言わなくても、この人は何らかの犯罪をして今警察と私は連動して動いてますなんていうことを認められると、もういろんな人をですね、印象操作で陥れることができるっていうことです。でもう一個今日言ってたのは、僕がパワハラをしたっていうことを向こうはその発言をしたことを認めた上で、真実あるいは真実相当性があるって主張してきたんですね。最初言ってるのはそういうことです。だったら本当なのか、あるいはそれが本当と信じるに足りる取材や調査をしてれば無罪、損害賠償払わなくていい、まあ難しい言葉で言うと違法性阻却理由って言います。で大津側は真実相当性あるいは真実があると言っていながら、これ証拠出してないんですよ。で裁判官言ってましたよね、立証責任はそちらにありますと言ってたでしょ。そういうことです。だから立花がパワハラをしたっていうことを大津が言ったことについて認めた以上は、向こうはそれに対して立花がパワハラをしてたっていう立証をしなきゃいけないっていうことになります。で特に4月の6日にこの記者会見の前日の大津彩香はツイッターで脅されたって言ってるんですよ。で脅されたって言ってる割には具体的な脅された主張も立証も出てないんですよ。大人数で囲まれたからついには威迫されたって言ってるんです。ちょっとまた脅すと威迫って違うんですけど、要はこちらはそんなことしてなくて、大津彩香が恐怖を感じたことだけは間違いないでしょ。自分が恐怖を感じることと周りが脅したかどうかっていうのはまた違うんですよ。それはそうですよね。あなたはがんですって医者が言った時に普通の人は驚きますよね、恐怖感じますよね。あなたはこのまま投資をしていたら破産しますよって言われたら恐怖や驚き感じるじゃないですか。それが多くの医者が来て、そうだそうだあなたはがんなんだって医者がたくさん集まれば集まるほど、うわ誤診じゃないと思うじゃないですか。だから大勢の人から真実をつけられてこのまま代表していたら大変なことになる、破産会社の代表者をしなきゃいけなくなるから、だから辞めるって言ったわけですよね。その後黒川や山中とかが来てですね、なんとか印鑑をしてないから今から撤回できるんだっていうことを言って、内緒でりそな銀行に行って名義を変えて、りそな銀行はだって書面が書いてある以上仕方ないですよ、登記簿がある以上ね。それに対してりそな銀行はやっぱりおかしいから僕に連絡くれて、僕はすぐに止めろって言ってる。ちょっと凍結してください、で凍結してくださいと言った結果これが来ました。原告政治家として法廷堂と被告株式会社りそな銀行訴訟告知書っていうのが来ました。つまり中に何書いてあるかというと、りそな銀行が斉藤健一郎君に対してちょっと助けてくださいと、大津彩香から裁判を起こされて困ってます、りそな銀行の金を全部払え、あいつは1円ももらってないとか言いながらお金取る気満々なんですよ。で1000万円っていうのはとりあえず1000万円認められたら全額下ろせるんですね、まあ、当たり前のことです。だからケチってるだけなんですよ。裁判で1億円って言ったら印紙代が高くなるからとりあえず1000万円って言ってるだけです。で次回期日が実は11月の17日でですね、意外に早かったんですが、これ4回目になります。ここに、りそな銀行の、まあ、応援役で斉藤健一郎君が入って争っていくっていうことになります。でとにかく大津側は言うだけ言うんだけど、もちろん具体的な証拠がないから証拠出てこないんですよ。で今日の裁判もなんとか向こう側から証拠を引っ張り出してやろうと思ってやってるんですよ。ただ、まあのらりくらりとね向こうの弁護士は、まあ、交わしてきてるっていう状態で、まあいずれにしても5月の10日に警察と連動しているとまではっきり言って、それからもうほぼ6ヶ月経つわけですね。どういう犯罪でどこの警察署と連携したのかについて向こうは旧釈明答えれば、それは嘘だったとかな、まあ当然そんなの連携してないと思うんで答えてこないと思うんですよ。で答えなくてもし向こうが勝ったらまさに同じことができるっていうことです。警察にも相談してないのに、あ、大津彩香が犯罪してるから今警察相談中です、どんな犯罪してるかとかどこの警察やってるとか言えませんって言ってしまえば何ぼでもできるっていうことですよね。
で、それを裁判所が僕は認めるとはちょっと思えないんですけど、さすがにもう半年前に立花さんが犯罪行為をしている、横で捕まるみたいなポーズをしている、具体的にどこの警察にどんな捜査をお願いをしていてね、今その進捗状況がどうなってるのか、まだ捜査中だから言えないんだったらいいですよ。でももう捜査が完結していてですね、受理してるかしてないかも含めて、もうさすがに出せる時期に来てるわけですよ。で、まあこのように悪いことをすると遅れてくるんですよ、責任取らなきゃいけないの。それはね、よっぽど悪いことしたら現行犯逮捕ですけど、このように裁判や警察を使う場合は証拠を押さえて、でその証拠をもとに提訴し、あるいは告訴して、それを裁判所で有罪か無罪か、あるいは不法行為になるかどうかってやっていくので、時間がかかるんですよ。その間に向こうは印象操作をまさに繰り返しているわけですね。で、まだ大津彩香が代表者であるということは決まったわけではないんです。もちろんね、3月29日私辞める、辞めると言っただけじゃなくて、後任を斉藤さんにします、斉藤さんでいいんじゃないですかって言ってるわけ。それに対して斉藤君がはい、いいですって言った時点で代表者変わってるわけですよ。だからそこのところについて何の説明もないじゃないですか。要は脅されたっていう非常に抽象的なことしか言ってないっていうところで、まあこの後このりそな銀行の裁判も意外に早く済みそうなんで、で、まあ豊田弁護士、金曜日の会話ももう出しましたけど、木曜日か先週、何も言ってこないでしょ。あれやめてくださいと今日も何も言ってないですし、もうあなたは大津彩香の代理人なんだから、彼が言ってることって全部大津彩香の言葉そのものなわけですよ。だから国政政党の党首の発言を公開するなんていうのは当たり前のことです。それは向こうも何も言えないから、今回も何も注意もしてきてないし、でとにかく向こうの狙いは伸ばす伸ばすなんですよ、先送り。大津彩香っていうのは相当悪人ですね。彼女も分かってやってると思うので、まあ、相当悪人だなと思います。ただまあこちらとしても今全力でこういう形で止めに行ってますから、こう起きたいということで、 NHK をぶっ壊